こんにちは、中村太一です。こんにちは、鈴鹿一部です。今回はですね、あの商業オーダーの10分研究で、はい、太一先生に研究していただきたいものがありまして、はい、雲隠れ玉。雲隠れ玉、はい、おー、初めて聞きました。はい、雲隠れ玉っていうのがありまして、雲隠れ玉はですね、大山先生と増田先生が発想にして刺された。そう、刺されてるんですか。刺されてたんですね。で、加藤二郎先生が名付けたと。じゃあ歴史あるというか、そう、歴史ある、きちんとした、はい、刺し方なんですね。形だけ言いますと、養老振り飛車にちょっと近いんですけど、うん、まあこんな感じになりまして、自然な形だね。雁木っぽい。そう、雁木っぽい形なんですけど、この王様がこうあっていくと、そっちに。そう、これが雲隠れ玉。雲隠れ玉、初めて聞いた。ね、私も実は、あの、調べてて、初めて。でも、これ、不思議だね。不思議なんですけど。この状態から、こういくの？はい。で、この王様が、面白い王様なんじゃないかってことですね。うん、なんか、桂馬の利きにいることってあんまりないですよね、王様はね。まあ、あとは、まあ、角がこうなってても、あれなんですけど、うん、まあ、こういう、ちょっと、陽動振り飛車を見せながら、居飛車でも使えるということですね。はい、つまり、この、3七の地点に玉が行けばいいってこと？はい。これとかなくてもいいの？まあこれとかはやっぱりでも服みたいなもんですから必要ですよね。そうなんだ。この銀金金銀みたいな形も必要ってことね。確かにちょっとこの辺はちょっとつけてほしいなっていう。なんか綺麗ですもんね、これね。なんかね、特別ルールとしてね。はい、うん、4枚ね。はい、わかりました。じゃあこの形目指して。これ見た目瞬間どんな感じですか、先生、印象は。いや、なんか不思議な感じする。なんかちょっとそわそわするっていうか、安住の地にいない気がしちゃって。でもなんかこれが意外とこう駒の連携が取れてるんじゃないか。このまま戦うの？いや、まあこのままじゃないですよ。この後まあ陽動振り飛車とか、まあ自由に、はい、こうやりたくなっちゃうね。ああ、うん、でも恒例の変形前ってことだろうね、きっとね。うん、まあそうですね、うん、できれば3七の王様いってほしいですよね、気持ちで言えば。こうとかね、うん、まあでも戦ううちにこう、戦ううちにねっていうのはあるかもしれないですね、はい、面白いですね、はい、じゃあちょっと研究してみましょう。はい、よし、じゃあ用意スタート。はい、まあじゃあ先手の研究からするか。7六歩でしょ、はい、まあじゃあで2六歩で1角で、まあ雁木っぽく組むわけだから止めるわけだよね。はい、で、まあ、なんか陽動振り飛車は昔なんかね流行ってたというか、あった形だよね。これだとでもちょっとあれか、こんな感じですか、最近だと。最近だって、最近ですね。あ、そっか。やっぱり、組むまでに攻めてこようって人は結構嫌だね。そうですね。最近はみんな結構積極的に攻める可能性がありますもんね。そうですか。あー、ちょ、難しいね。こうやってると、もうやってくんだ。あ、そういう、そんなに攻めてくる人いるかね。まあ、これぐらいは上がってくんだよね。うん。あ、でもこの形、この形でやるんだっけ。で、こうやりますか。それ、もう、こっちの形は知ってる人じゃない。これやってる人知ってる人じゃない。そう。いや、でも最近はなんかみんな、なんか早めに、雁木を攻めるとか。してくんないの。多いっすよね。それずるいね。こうでしょ。だ、こう。こう。こう。だから、そう、振り飛車をもっと狙った方がいいのかな。あ、陽動振り飛車。そんなことしてないでしょ。いや、違う。しないでしょ。すいません、いや、こうですか。すいません、ちょっと。意地悪が過ぎるでしょ。いや、でもどうやります？こうですか？うん、とか。うん、さすが。じゃあ、一応こっちからいってみましょう。じゃあ、こんな感じ？まあ、だよね。はいはい。こうやってさ。これなんか、序盤としては優しすぎないですか？いや、でもじっくり組むんじゃない？じっくり組む人多いかな、うん、で、こうやっていけばいいんだ。別に2六もマストじゃないもんね。うん、うん、で、こうやって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 、ちょうど間に合うんだ。おお、よくできてますね。いけそうかも。こっちなんだ。いや、なんか第一感思ったのはさ、こうやった時にこっちなんだねと思って、こっちもなんか普通そうじゃん。確かに。こうやってこうなんかやって、こう組む方がなんか安定してそうじゃん。こっちに行くってがちょっと強気というか、見たことないですよね、この王様はね。どういう感じになるのかっていう。たまに久保田先生とかがやってるの見たことあるけどね。久保田先生美濃囲いくんでさ、
こっちじゃなくてこっちに行くっていうの見たことあるから、ね、やっぱ桑田先生昔の将棋とか勉強されてるから。そうだろうね、確かにそういうことかもしれないですね。不毛が来るなんかそういうの好きそうじゃないですか。なんかこう普通ある場所に王様がないからね、うん、なかなか王様を使うのに大変そうな、なんか変わった形組むと相手もどこから攻めてきたらいいのか分かんないから、うん、意外に相手の目を混乱させるっていう意味で言えばかなりあり得る作戦ですか。確かに。じゃあもう一回行くか。じゃあもう一回行ってみましょう。なんだろう。はい。なるほど。じゃあ私3、4。で、6。私、四間飛車得意なんですよ。あー、そういうことね。はい。まあでも、こうなんだ。やってくる？やってくるよ。あ、雲隠れ玉さ、うん、ちなみにさ、こっちバージョンでもいいの？あー、それはいいね。いいよね。どっちも、ね、うん、左右は一緒だから。ここ、うんうん、それはあり。そうするとですよ、まあ、これで、まあ、同歩同飛車でしょ、うん、まあ、銀でも上がっといて。これ金いいんだよね、ダメなの。金はいいじゃん。でも、陽動振り飛車を見せながらっていう戦法だから。そうなの。いや、一応そう書いてあるんだね。そうなんだよね。これ、ルールは。じゃあ、僕、よくこっちなんだ。まあ、こっちの方がやりやすいよねっていう、まあ。そうだ、そう。じゃあ、ね、こうなんだな。やってくるかね、そんなこと。やってくるよ。なんで、やってくるじゃん。え？みんなやるよ、これ。そんなことやってくる？うん。じゃあ失礼。こうにします。逆用してね。相手を傷を作ってね。あれ？先生もう。普通の一曲の職業させてるだけになっちゃう。いつ？え、俺が雲隠れ玉経由しないで戦うってことじゃダメなの？でもそうしたら我々の研究の意味がなくなっちゃうわけですからこれはちょっとあんまりよろしくないですね。うん、そうか、うん、どうしても雲隠れ玉がやりたいってことね。そう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 、どうしてもやりたいよっていう人がいるかもしれないじゃないですか。いる？いる？いますよ。大山先生の真似してみたいとか。そうそう、一回やってみたいみたいな。真似してみたいとか。いや、組めれば確かに。いや、ちょっと待って、だから角打ちを切るのがあれなのかな。ああ、なるほど。早めに。なん、ちょっと待って、なんてかかるの？最短、角道は関係ないよね。だから、1手、2手、3手、4手、5手、6手、7手、8手、9手。これでいい？これいいでしょ。ここもいいね。うん、9手だ。9手だ。簡単だ。9手は穴熊よりかかるんじゃないかな。確か。あれ、じゃあ、やっぱでも角道を受けないとしょうがないもんね。飛車先突破されたらひどい。いや、こうやってみる。そうでしょ。その人がいるかね、だから。いるよね。振り飛車党はいるでしょ、だって。で、じゃあ、ちょっとね、だけどそうか、止めなきゃいけないか。うん、いや、意外にそうか。簡単そうに見えて困るね、これ。いつもより簡単そうに最初思ってたけど。いや、我々のチャンネルで簡単なものなんかやるわけないじゃないですか。視聴者はいつもこう、難しい論を要求してるわけですよ。まあ、要求しこうかなぁ。でも、ここの位置でいないといけないんでしょ？いやいや、違うんじゃない？振ってから曲行ってもいいの？当然。あ、そうなの？だって、陽動振り飛車を見せながらってやつか。あ、そうなんだ。飛車の位置はもう関係ない。あ、そうですか。もう自由にやってください。もう、いけそうか？角田二流で。おぉ！こうやって。こうやったら玉が行く場所がなくなるの。
よく行けないですね、不思議ですね。あ、こっちにしとこう。案内からこうかな。え、取って慣れるよ。そんなことやってくる。いや、やってくる人いるかもしれないよ。一応研究しとかないと。危ない。先生が困んないように、今のうちに。優勢じゃないよ。ああ、これ優勢。うん。取って、角で持ったり、シャル持ったり。なるほど。うん、これなんか実はコンパクトね。じゃあ、結構できるか。できるか。結構優秀。いや、先生に教えちゃったな、これ。いい戦法。いや、これでも、相手が振り飛車党と居飛車党どっちが嫌なんだろう。じゃあ居飛車のゴリゴリ居飛車党だったらば。てか先手だから今いいけど、また後手のことは例によって考えないことにしてんだけどね。でも当然ね、戦後は二分一できますので。じゃあ私が行きますね。はい。それ居飛車にされたらどうすんの。あ、でもこれいけそうだね。これ金この4つセットにしたの広いね。4つセット。え、あ、こうやるしかないんだし。おー、じゃあ失礼しよう。やるよこれ。やばいかこれ。金上がれないもんね。なれる。間に合わないわ。これ持久戦なんだと間に合わないわ。やっぱ昔休戦って少なかったじゃん。うん。組み合うから。うん。だから組めてたんだね。でも令和でもやりたいって言うかもしれない。昔は昔ですよ。今は今ですよ、先生。これやばい。しかも4つセットにしたのかも。これ先に金しっかりさ、備えられれば。だからあったら3人金備えて、うん、もう一回ここ戻すよ、やつにしますよ。実戦で現れたら。わかりました。ちょっと、ぜひ実戦で。これ2筋狙われたらやばいね。さっきから。これすごいことになる。すごいことになるんじゃん。もしや。これなんか、今まで見た目と全然違って難しい。難しい。いや、先生頑張ってくださいね、ほんとね。いきますよ。はい。まあ、最初はいつも先生の味方ですからね。絶対違う、逆。お願いします。お願いします。6割得だ。あ、後手じゃない、やばい。お、研究が生きる時が来ましたね。やっぱり振り飛車を匂わせて。やばい。ほら、ほら、ほら、やっぱつくんですよ、最近と。あれ？お、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 あれ？発信は挨拶だと言われてるけど、挨拶をまるでしないという作戦だ。あ、あ、でもいいのかな。これはいいじゃん。両道具でしょ。あ、いけたか。いけたっぽいね。いけたね。ついに、雲隠れ玉、完成。いったじゃん。なんかしれっと組めたね。意外と組めるね。相手がだから、急戦で来ない場合は組めるんだ。ね。王様はすぐ移動する。あれだよね。やっぱりブーイング来るよね。やっぱり控室評判はね。あ、でもこれちょっと普通にちょっと待って、組めたことに喜んでる場合じゃなかったか、これ。ちょっと普通に相手が強いっていう時はどうしたらいいの、これ。先生は強いでしょ。頑張ってください。なんか組めたことに満足しちゃうんだよね。ダメだよね。うん、結果を残さないと。結果大事ですよ。確かに。うおー、いいね、相手の人いいペース。いけ、いてぇ、うわ気持ちいい。筋だね。筋がいい。あ、でもやっぱり五合格、さすがの返しですね。銀使ったからね。頑張れ先生。頑張れ。おー、うわー、ちょっと、いやー、本当は取りたくないけど。組
爆裂玉。いやしょうがない、筋が悪いけどな。辻悪子ちゃんで。いや筋悪いけど、筋悪いけどね。筋悪いね。筋悪いね、ほんとに。背に腹は変えられない。お、なんか筋いいね。おぉ、そこ、ああそうか、あれ激戦だ、いけ。いや、よりいいで、いいぜ、それ、いいで、それいいぞ。いや、やばい、いや、あと少し。どっちがいやー、どうなってんの。うおー、筋よし、筋いいけど、これ間に合ったらひどいね、こっちが。丁寧、金弾かれたら痛いっす。弾けあ、ここで弾けんな、もう一回いけ、弾け、おし、これやらしくない、嫌な人。なんかないの。うん、しっかりいこう、いいよ、しっかり受けていこう、切れなしになってろ、嫌がってる嫌がってる、敵は嫌がってるよ、嫌がってる嫌がってる、お、嫌がってるよ、嫌がってるよね、なんで黙んない。いや、黙んないよ。応援してよとか、私攻めてんだからさ。あ、そうか、そうか、先生応援するだと忘れてた。今、息が詰まる。いけいけっていうところでしょ、今。いや、あまりにもいい将棋で息が詰まってしまった、ちょっと。頑張れ先生。よしよし。これで、こう、どっちかね。これで、悠々詰めるかな。うん。うん、組めれば優秀だね。組めれば優秀。お、1分。お、ナイスガッツ。ガッツ。ガッツガッツガッツ。先生、寄せが早いですね。いやー、いやー、恐ろしい人ですね。いや、組めたね。でも、組めたら結構優勝、結構普通に優勝だったね、組めたら。この、さあ、まあ、相手の方は当然私がこんなことする、もう知る由もないようにさ、8分に1個伸ばした。うん、だからでも、この2手分、雲隠れするのに使えるわけだからね。大きかったよね。確かに。なんか、バランスいいっすね、雲隠れは。もう、雁木みたいなもんだもんね。だから、うん、バランスいいんだよね。もう、あってもいい、だって。確かに。しかもちょっと相手の王様がいつもと違って見たことない形だから寄せにくい、ね、うん、確かに攻め方なんだね。でもここら辺は居飛車順調だよね。これどうするべきだったの。本譜も悪いとは思うけど、まあ3三銀とか6六角とかそういうのは6六8八角とかですか。あ、3三銀もいてか、3三銀とかもねちょっと嫌ですよ、ね。まあ、あとそう7七角とか嫌だったですね、確かに。まあ、これ飛車取られるのは、まあ、一応2枚外だからね。5五角で結構切り返せてるかもしれないですね。そう、美濃囲いが崩れるからね。でもこっちも香車から銀では自信ないんだけど、これ先に4一飛車とかだったら自信なかった気がするね。さあ、さあ飛車成りがちょっとあれだったっすか、スピード上げすぎちゃったかな。この辺も難しそうだったんですけどね。うん、ここで1回5九金打ちとかでやられるのもあったけど、でもそっか、今見れば逃げて成銀入れば結構早いか。うん、じゃあいい勝負だったかこれ。うん、ここはいい勝負だった。19馬が6馬まで効いてるのがね結構硬いんだよね。うん、これ攻め合い勝ちになってる気がしてた、正直。いや確かになんかちょっと王様が遠いですもんね、展開としては。うん、
いや、だからこの将棋のコツは？コツ？なるべく相手に手出しされないように、最初は飛車とか角で、飛車を相手が攻めてきそうなところに振っといて、ああ、陽動振り飛車なんだね。はいはいはい。で、まあ、居飛車でも振り飛車でもいけるよっていうのを見せて。雁木、ね、っぽくしてるから、ほら、この時点でもう振り飛車なさそうじゃん。なんだけど、振り飛車にするっていう。で、曲はこういくと。なるほど。雁木と振り飛車のミックスだね。現代のミックスじゃない。いいじゃん。いいかもよ。あり。ありあり。もう昔の将棋を現代に取り入れていく作戦で。だって本当に復活してるもんね。雁木もそうだし、四間飛車もそうだし。確かに、いい形なんですもんね。駒の連携が、確かに5八金とか銀とか上がれば一発で、こう、駒の連携が良くなるから、こう、まだまだ、こう、可能性のある作戦だった。初めて聞いた名前だったけど、普通に優秀じゃないですか。さすがでした。いやいや、ありがとうございました。